兄様チャンネル。こんにちは、兄様です。今日はね、強戦士のフィクサーで遊んでいきます。で、強戦士って結構ね使うのが難しいと思うんですけど、まあね、ちょっとパークとかも少し考えたんで、最後まで見ていってください。はい、じゃあね、まずステータスから見ていきます。ダメージ耐性が今ゼロになってます。で、強戦士がダメージ耐性ゼロで攻撃が 50% 上がるってことなので、一応ねダメージ耐性はゼロにしてます。次ですね、変異なんですけど、鱗状って読むか鱗状って読むか分かんないですけど、多分鱗状と思うんですけど、あれはねいつも入れてるんですけど、あれ入れちゃうとダメージ耐性が上がっちゃうんで、一応ねこんな感じにしてます。アーマーのところ、一応ね僕不屈のシークレットサービスかな、全部装備してるんですけど、まあダメージ耐性をねゼロにするために一応こんな感じで全部壊してます。で、アンダーアーマーを装備するとダメージ耐性が上がっちゃうんで、ちょっとね今回は外していきます。で、一応ね今回使っていく武器なんですけど、強戦士のねフィクサーになってます。で、バッツのクリティカルダメージとバッツの AP 消費炎ですね、入ってます。で、改造の方はね右下の通りになってます。まあ僕がいつもねフィクサーを使う時の改造になってます。次、パークですね。S に弾の重量と総重量、あとブロッカーがついてます。ブロッカーね、ちょっと本当は3つでつけたかったんですけど、1つでしかつけれなくて、ちょっとね今回は1つでつけていきます。 P ですね、コマンドとエキスパートコマンド、マスターコマンド、全部3つずつでついてます。で、タンクキラーが3つでついてて、コンセントレーテッドファイヤーとグラウンドパウンダーですね。 E がファイヤープルーフとラジクールで、アダバンチウムスケルトンっていうのかな、と、あとケムファインド、これはつけてますね。まあ強戦士なんで V のダメージがね、結構入りやすいので、これはつけた方がいいでしょうね。で、ケムファインド、これはね薬品の効果が 100% 長くなるっていうので、まあ食らったらね結構回復しなきゃいけないんですよね。なので薬品の効果は伸ばしておきましょう。 C がローンワンダラーと、あとフィールドサージョン、これねスティンパックとラッターウェイは素早く効果が現れるようになるっていうので、まあ死ににくくするためにねこれは入れておきましょう。 I がファーストイードですね。スティンパックの回復量が 45% 多くなるっていうので、これは3つつけてます。で、このファーストイードとフィールドサージョン、あとケムファインドで一応ね回復量と、あと回復の時間ですねを長くできるように、これは3つ入れてますね。次、 A ですね。アクションボーイ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフ、ボーンサバイバー、まあボーンサバイバーもこれは3つで本当は入れたいですけど、ちょっとね他に取ってるのでこれは2つで入れてます。カバートオペレーティブで、ドッチーですね。まあ死なないようにちょっとドッチーは入れていこうかなと思ってます。本当はねアクションポイントを消費するんでこれは入れたくないんですけど、これは入れていきましょう。 L、 セレンディピティ、ホーリーフクローバー、クラスフリーク、スターチジョジーンズ、リコシェットで、ブラッティーメス1つでついてます。まあちょっとねこの構成で死なないかどうかは分かんないんですけど、一応ねこれでやっていこうかと思います。はい、レジェンダリーパークですね。 PALIS のフォロースルーになってます。はい、じゃあ今からやっていくんですけど、アーマーのとこでね僕不屈全部装備してるんですけど、本当だったら救命とかをね1箇所2箇所ぐらい入れてね、死んだ時に復活できるようにねすれば一番安全なんでしょうけど、ちょっと僕ねスタッシュの中見てみたら救命がなかったので、もう不屈を全部壊したんですよね。なのでできるだけね救命があればいいかなとは思ってます。じゃあ今から強戦士で遊んでいくんですけど、まあ、死なずにねいけるかどうかちょっと分かんないですね。で、本当はね防具とかももうちょっと揃えてね動画撮ろうと思ったんですけど、まあねなかなか求めている時に入らないので、まあ今回はちょっとこれで行ってみたいと思います。それではね行ってきます。はい、着きました。じゃあね今からやっていくんですけど、ちょっと待ってね、ラット調整を少ししておきましょう。はい、ラット調整しました。だいたい5割ぐらいかな、ちょっとこれぐらいでいってみます。で、言い忘れてたんですけど、アーマーのね胴体は一応高密度化を入れてますね。じゃあやっていきます。まあ死なずにいければいいですけど、うまくいくかな。
でね、やっぱダメージはね、結構出せるのは出せるんですよね。まあできるだけね、食らわずにやっていきたいですね。400出ましたね、クリティカル。やっぱ強いけど、ちょっとね、死ぬのが怖いですね。あいつ当たるかな？当たったね。ちょっとね、ダメージまだ食らってないんで、わかんないですけど、どれぐらいダメージ受けるのかなって。まあでも、やっぱフィクサーなんで強いのは強いですよね。まあほんと400出てるんで、多分フィクサーだったらやられることはないのかな、わかんないですね。まだダメージ受けてないですね、怖いですね。あ、まだ受けてないかな。はい、じゃあね、マイアラックインやっていくんですけど、死なずにね、いけたらいいですね。ちょっと行きます。で、 L のところだったか A のところだったか忘れたんですけど、なんか謎の人物が時々助けてくれますよっていうパークがあると思うんですけど、そういうのを入れてもいいかもしれないですね。はい、じゃあね、マイアラックイン100レベルなんですけど、やっぱ強戦士で死にやすいっていうこともあるんで、まあね、ステルスが一番重要なのかなとは思ってますね。ちょっと行きます。ちょっと足を狙っていきましょう今回。まあ食らわずにね、いければ。で、こういう風にね、食らってもすぐ回復してくれるんで、あのパークだったんですね。で、600出てますね、あのクリティカルは。で、強戦士でやっぱね、ダメージ耐性とかがゼロっていうことで、アサルトロンとかね、結構辛いとは思うんですよ。なんで、壊し屋とかね、壊し屋だったかな、ロボットからの受けるダメージ、あれとかをね、入れとけばまた違うのかなとは思いますね。いや、やっぱフィクサーなんで強いですよね、普通に。まあ、強戦士ってなかなか多分使ってる方いないと思うんですけど、パークさえしっかりしてればね、多分死なないんじゃないかな。回復とかをね、しっかりできれば。多分死にはしないとは思うんですよね。で、HP を本当は、マックスで戦いたいですね。本当はですね。腹痛じゃなくて救命とかを入れてね。まあ、なので、救命を 1V、2V ぐらい入れて、で、それから壊し屋入れて、で、あと他にね、なんか気になるやつがあれば入れたら、全然戦っていけるんじゃないかな。今も食らってますけど、回復してますもんね。はい、じゃあスコーチビーストやっていきます。死なずにいけるでしょうか。多分いけるかな。どうやろうね。ただやっぱダメージがそこまで入ってないのかな。なんでかな。90ちょっとしか入ってないですよね。70ちょっととか。これちゃんと 50% 出てんのかな、フィクサー。どうやろうね。じゃあもう一匹行きましょう。もう一匹。あ、出てますね。ダメージちゃんと出てますね。まあやり方によっちゃ死なずにいけるのかな、強戦士でも。よし、終わった。まあもう2体倒したんで戻りましょうか。はい、どうだったでしょうか、強戦士のフィクサー。結構ね、強かったのは強かったんですけど、使うまでの準備が結構大変っていうか、防具壊したりとか、あとダメージ耐性をね、きっちりゼロにするっていう。なんかマイナスになったらね、ちゃんとダメージ出ないみたいですね。なのできっちりゼロにするっていうのを考えないといけないので、まあ使うまでにね、ちょっと苦戦するんじゃないかなと思います。で、パークでケムファインドとフィールドサージョンとファーストエイド、この3つをね、まあ入れてれば、まあ完全に死なないっ
とは言い切れないんですけど、まあ死なずにはねやっていけるんじゃないかなと思ってます。普段ね死ぬれとかを使ってる人でもこのね3つを入れとけば十分ね戦っていけるんじゃないかな。で本当にね強戦士を使っていきたいなっていう方はね腹痛を5V じゃなくて、まあ、2V ぐらいを救命でやった方がいいんじゃないかなと思ってます。あれ 50% の確率で多分復活できたと思うんで、まあね救命を2V ぐらいつけて、あと壊し屋とかねそういうのを入れて防御を上げた方がいいのかもしれないですね。まあ強戦士が使いたい方はね参考にしてみてください。それではまた兄様でした。